FM 議論から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。2月15日水曜日、時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティの小浜直人でございます。はいはい、今週もね、沖縄県のサッカーを盛り上げるためにいろいろお話ししていきたいと思いますのでね、皆さんぜひご参加ください。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、今週もゲストに来ていただきました、エーシックレアのヨヘナさんです。どうもこんばんは。こんばんは。おー、よろしくお願いします。はい、そうですね、もうよろしくお願いしますね。はい、ありがとうございます。はい、今週もちょっと放送事故満載で、はい、バレンタインデーの翌日です。はい、ゆるくチョコレートもらった？いや、もらってないです。もらってないのか。はい。もらえなかった。あ、家族からもらいました、もちろん。そうですね、はい、うちもあの相方から、はい、あのちょっといいビールを。あー、いいですね。いや、いいですよ、もう家族からで、ね、もうな、そうですね、40だしょ俺はね。ごめんごめん。相変わらず脱線してるので、はい、今週もサクサク進めていきましょう。はい、お願いします。はい、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組です。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしていきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。この番組はあなたの専属トレーナーになりますエフラボ接骨院、真心美味でご提供、居酒屋マジュン、反乱注意のハンバーガーショップチムフガス、以上各社の提供でお届けいたしますよ。はい、今週もね、沖縄県のサッカー情報をという、ゆるいお題で進めていきたいんですが、Jリーグのね、沖縄キャンプも終わりましたね。そうですね、全チーム撤退して、はい、うん、ただあの女子のなでしこリーグの今は見てたの、ごめんなさい、俺な、ここなんだよな。きっちり見てないんですけど、あのアルビレックス新潟の、レディースチームがどこでかな、多分あの赤間だと思うんですけど、はい、キャンプ入ってて、今女子が来ててっていう感じなんですけど、まあ J リーグ勢のね、キャンプはね、はい、もう終わりましたのでね、もう、皆さん二次キャンプ打ち上げて、各ホームタウンにね戻って、うん、もう来週からかな J1、J2 はもう始まりますのでね、もう皆さん、早いですね、早いですね、今年やっぱり2月、例年だと3月なんですけど、今年はね、はい、ちょっとシーズン早めに、うん、沖縄県内の FC 琉球が所属してます、J3 の方は3月、はい、中旬からなんですが、もうね、J1、J2 はもう早くも来週、ちょっとね、楽しみしかないですね。いいですね、でもこういったシーズンギリギリまで選手が見れたっていうこともなかなかないですからね。もう初期段階だけキャンプして、ね、帰ってしまうっていうパターンがね、やっぱ多いですし、それから間がね、やっぱ空いちゃうとね、はい、そうですよね、仕上がりまでは見れないっていうのも結構あるので、この時期に、なんだろう、ACL があったりね、そういったこともあったんだけど、やっぱりそれをやりながら、はい、になるんだけど、この早い時期からやっぱり、なんだろう、 J リーグが始まるっていうのは、一つのちょっと楽しみなのかな。でもね、去年やっぱり振り返ってみるとさ、はい、最終的に勝ち上がっていくチームのこの過密日程の凄さは、そうですね、鬼だったさね、はい、やっぱその辺を考えるとちょっと幅をね、振り幅を持たせるのもまあ一つの難よね、そうですね、選手が壊れてしまってもね、いけませんのでね、はい、総合力ですよね、もう最後、そうだよね、チャンピオンシップ勝ち上がって、クラブワールドカップまで上がった鹿島アントラーズなんてね、もうそうね、総合力、本当に資金力、総合力、いや、鹿島はもう若手が活躍したんじゃないですかね、ね、あれは本当に、そうですね、はい、鹿島が勝ち上がっていったら、本当にあのチームとしてのね、全体的な総合力は、はい、だと思います、否めないですよね、はい、でもやっぱり沖縄でね、あのキャンプをしていただいた、ね、チームの皆さんがね、はい、本当に大きな怪我なく、仕上がって、
そうですね、この開幕にね、はい、いい準備ができてるのかなと思うとやっぱり嬉しいことではありますけどね。はい、やっぱ気候があったかいのでね、そうだよね、仕上げやすかったんじゃないかな、うんうん、まあ一人ね、田口選手が怪我してしまったのがね、うん、ありましたけどね。そうですね、あったね、はい、それだけはちょっと心配な、うん、どうなるんだろう、ね、あれって間に合うのかな。まあ、いやなかなか難しい、厳しいかもしれないですね。まあアピールをね、大きくしたい時ではね、はい、もちろん新体制になって、ね、一発目っていうのはありますけど、はい、まあ焦らずにね、はい、うん、しっかりちょっと直してね、まあ1年長いですからね。そうですね、うんうん、早めにこの1日でもね、本当に、うんうん、いい状態に戻して、はい、この舞台にちょっと戻ってきていただけたらなと思うんですけどね。はい、うん、まあ J1 勢の、県出身の J リーガーの情報としましては、はい、開幕戦でね、J2 から優勝して上がってきましたコンサドーレが、開幕戦のベガルタ仙台と、はい、上原選手楽しみですね。そうですね、はい、でこれはねちょっと今、まあ、そっか、今年か沖縄県からね、沖縄県出身のね、はい、あの J リーガーが新たに誕生してますけど、知念高校出身の知念選手が、はい、知念選手、うん、フロンターレに、はい、入ってますけど、そのフロンターレ川崎フロンターレは、開幕戦で大宮アルディジャパンの、うん、試合が2月25日決定しております。これもね、はい、楽しみですよね。楽しみですね。フロンターレ自体も新体制になってるから、出ないってことはねないですからね。出る可能性はね、そうですね、可能性はあると思います、うん、必ずね、ありますからね、はい、ちょっと楽しみだなと思いますよ。県出身のフォワードといえば、まあ当然、ね、ガナハ・カズキ、はい、来ますよ、先輩が、はい、川崎フロンターレから、うん、活躍して代表まで上り詰めたので、そうだね、その後ですね、うん、まあ追って知念選手が、はい、代表まで行ければ、うん、いいんじゃないでしょうか。楽しみだな。一番ね、僕たち同級生の赤嶺慎吾、はい、ね、ユニバーシアードでも日本代表入ってたんですが、うんうん、なかなかプロに入って日本代表には招集されることっていうのがね、なかなかなかったので、うんうんうん、やっぱりガナハさんの次、はい、誰がフォワードとして行ってくれるか、うん、この辺もやっぱりそうだね、そういう見方をすると楽しみが、そうですね、うん、もっともっと増えていきますね、はい、うん、その、J2 のね、この県内出身の J リーガーの情報としましては、開幕戦でね、今ちょっとね怪我のお話が出たんですけど、田口選手所属のグランパスは、今ね、はい、赤嶺慎吾選手所属のファジアノと開幕、はい、うん、でガラン選手の蒲田周りはロアソ、はい、あと比嘉選手、沖縄でねもう同じくキャンプを、やってました。沖縄でね、同じくキャンプしてましたジェフのね、比嘉選手は、はい、町田ゼルビアとの、開幕戦が、はい、で、あと東馬選手所属の松本山川、横浜 FC と、うん、あと宮城選手所属の、ルノファ山口は FC ギフトの開幕戦が決まっております。はい、ちょっとね、ごめんなさい、ちょっとついでチックになってしまうんですけど、この、FC 琉球の開幕戦は、1ヶ月丸々1ヶ月先ですね、3月12日の、日曜日、ただね、これはアウェーなので、沖縄での開幕はその翌週になるんですけど、それもね、ちょっと楽しいですね。今日はね、ちょっと外野が来ててさ、声入ってるからね、ちょっと声入ってるからね、うんじゃなくて、はい。そして、あのマイクは切られてるんだけど、もう声がでかいわけよ。すいません、はい、すいませんね、脱線しましたけど、ちょっとコメントがちょっと一つ来てるので、はい、今日も、はい、ありがとうございます、ライトナーさんです、こんばんは、こんばんは、はい、こんばんは、皆さんは最新の J リーグ、J リーグ選手名鑑、入手しましたか。うちは今日と明日のスポーツ新聞で入手しますよ。J1 全体だけだけど、J1 主体だけど、はい、うん、スポーツ新聞に載ってるんだね。スポーツ新聞に載ってるんですか。各チームのが載ってるんだはずね。すごいですね。そうなんだ。こんなの見るのもやっぱり楽しみの一つなのかもしれないですね。そうですね。沖縄でまだまだそういう、はい、なんだろう、文化じゃないけど、放送事故で、放送事故。少
少し静かにしてください。はい、沖縄でね、まだまだやっぱりそういうのがちょっとまだ来ていない感じもしますけどね、はい、やっぱりただそうだよね、 FC 琉球が FC 琉球のこういう情報も出てるのかな、選手名鑑、ちょっと調べてみよう。うん、あ、そうですね、あるかもしれないですね、はい、でまだまだね、やっぱりこれガンガン盛り上がっていただけるとね、注目度もやっぱ上がっていきますからね、はい、うん、そっかそっか、そういう楽しみ方もあるんだな、はいはいはい、じゃあですね、相変わらず今後のとちょっと時間配分ができていませんので、今日大丈夫からいけるかな。お願いします。はい、CM を、入れたいと思います。 CM です、どうぞ。新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供、店内はぬくもりのある雰囲気になっており、全ての席が掘りごたつ、6名様までの完全個室を一室完備、オープンキッチンでカウンター席もございます。王者の交番裏側、居酒屋マジュン、握り寿司のテイクアウトも受け止まっております。一人一人の状態に合わせて適切な施術を行うエフラボ接骨院、パキポキなど痛みを伴う施術は行っておりません。筋膜療法や骨盤矯正などの施術を行っておりますので、なかなか改善できないという方もぜひお問い合わせください。エフラボ接骨院。野菜盛りだくさん、氾濫注意のハンバーガーショップチムフガス。チムンガスとは沖縄の方言で満足させるという意味。店内のカウンター席でハンバーグを焼く音を聞きながら食べてもよし、飛行機の音と波の音を聞きながらテラス席で食べてもよし。瀬長島海勝テラス内、ハンダーバーガーチムフガス。はいはい、今週も沖縄県のサッカー情報をっていうお題で進めていきますよ。はい、今週はね、これをちょっと喋らないと、はい、いけませんね、はい、ですね、どこだ、あった。ビーチサッカーのね、はい、日本代表が今、遠征で、海外に出てるんですが、そのビーチサッカー日本代表に選ばれて、今回もね選ばれています。移籍しました琉球エリスリナのテルキナ選手、実はですね、はい、代表キャップ100試合、すごいっすね、素晴らしい。キーパーですよ、しかもキーパーですよね、うん、はい、キーパーでさ、この代表の試合を100試合出続けているこの凄さ、はい、素晴らしい、素晴らしいですね、本当に。なんだろう、うちなんちとしてとってもね、なんか誇りに思うというか、やっぱり、うん、そうですね、本当にこの、なんだろう、プロの試合で100試合するだけでも、うん、ものすごいことだと思うんですけど、はい、それをね、沖縄県代表ではなく日本代表ですから ね日本代表として、はい、長くこのゴールマウスを守ってるというか、はい、やっぱりすごいですね、テルキナ選手、ね、この、試合の前にね、100試合到達っていう記念のちょっと、はいはい、イベントなんか、やってて ね、その、ニュースが、いろいろね載ってたんですけど、そうなんだな、すげえ、やっぱすげえなーって、はい、すごいですね、本当に思いましたね。いろいろね、今年はビーチサッカーでいろいろ動いているのでね、この相馬プライヤーから、はい、分裂、言い方悪いな、パワーアップ、うん、分かれて、琉球エリスリナができ、はい、で、先週ね、マインさんからコメントがあったけど、相馬プライヤーどうなったのってね、はい、来てたんですけど、まあ、その翌日ぐらいにね、ちょうど相馬プライヤーのリリースが、新体制のリリース出てたんですよ。はい、ありましたね、はい、で、まだまだ人数は、まあ、少ないんですけど、今年も頑張ってやっていきますよっていう。まあでもエリスリナも少なかったですね。エリスリナもね、まあ、まだまだ、うん、今からで両チームともに、募集中という、そうですね、うん、まあ、ことを出していましたのでね、県内のビーチサッカー人口も結構ね、リーグができるぐらい増えてたんで、うんうん、そうですよね、結果まだそこのチームにまた入っていく選手はいるじゃないですかね、うんうん、そうよね、はい、うん、ソーマプレイヤーなんてね、前年度のチャンピオンシップはもう優勝してますからね。そうですね、ディフェンディングチャンピオンとして本当に本当に、うん、で、来月かな、また近町の方でビーチサッカー大会もね、はい、行われますので、そこのね、やっぱりイベントとして大きく盛り上がってる部分もあると思うので、うんうん、ビーチサッカーは今年もちょっと目が離せないのかなと、うん、思います。まあ、はい、何やともあれ、テルキナ選手、うん、はい、代表、100試合本当におめでとうございます。はい、でですね、先週もちょっとお話ししたんですけど、実は先週金曜日にね、沖縄県庁でありました沖縄エスファーの、はい、2017年新体制発表の、うん、発表会にちょっとね、はい、チラッと
行ってきたんですね。行ってきました。テレビじゃなかったんですね。テレビじゃなかった。あ、行ってきたんですね。僕テレビで。ちょっとあ、見た。見た？あ、見ました見ました。ニュースで。ちょっとね。見ましたけど。変装してから行きました。はい。あら。ね、はい、ぜひ新しい、そうですね、はい、新体制の発表いろいろあって、まあ、去年の。うん、県リーグの、まあ、お話だったり、もう踏まえながら、うん、聞いてたんですけど、ちょっとね、はい、やっぱりそうだよなと思うんだけど、この去年、沖縄スパーさんが県3部リーグに所属して9試合かな、はい、で9試合で、総得点が、124点だったかな124でしたね、はいはいはい、で平均が、まあ、1試合平均が16点か15点ぐらい、それでやっぱり、ね、その会見場でね、失笑が、笑いが少し起きまして、はい、あみたいな笑いが起きて、はい、そうだよな、あ俺あ、はい、18点取られてチームの1位なのでそうだよな、平均は超えちゃったんです、ね、普通の人から見ればそうだよな、笑うよなって思ったんですけど、はい、やっぱりこれはですね、なかなか俺らが伝えていかないといけないことだと思う、戦った俺らがね、はい、18点、16点平均で取られるなんてね、もうめったにないことなんだけど、エスパーさんはこのキックオフからもうロスタイムまで全力なんですよ、はい、うん、そうでしたね、それはやっぱり、対戦、本気で戦ってモテモテるっていうのを考えると、もう俺は、良かったんじゃないのかなと思いますけどね、はい、そうですね、なかなか、はい、こういった経験をね、やっぱりできないだろうし、プロ、もうセミプロ、ね、と言ってもおかしくないのチームと、試合できることなんてね、うん、もうないので、本当に、はい、それは大きな経験というか、大きな財産にはなりますのでね、そうですね、まあ、そうだよな、普通の人からしたら笑われるようなサッカーで16点とかって思い、やっぱり思うんだけど、うん、いやー、ね、まあ、やっぱりサンブリーグってグラウンドが整ってない中で、うん、いくら芝生でもやっぱデコボコだったので、はいはい、中でやっぱりこうサッカーするって難しいとは思うんですね、はい、それで、まあ、コンスタントに点を積み重ねるって、うん、結構難しいことですようん、グラウンドが整ってれば本当にやりやすいんですけど、はいはい、あんなボコボコの中で綺麗なサッカーなんてまず難しいうん、エスパーさんのうちはね、ちょっと僕も見させていただいたんですけども、なかなかね、ボコボコでね、グラウンドでねっていうと、はい、やっぱり選手のモチベーションもそうでしょうし、うん、なかなか技術を出すのもね、難しいと思います。でもね、はい、そういった中でやっぱりあれぐらい点取ってるっていうのは本当にすごいことですしね、はい、やっぱりあれなんだよ、この彼らが、まあ、沖縄にこの目指していく中で、舐めた試合はしてねえぞと、はい、一試合一試合1分1秒大事に全力で戦ってますよっていうのは、もう本当にね、大きなアピールになると思いますのでね、はい、その辺はまたここでね、はい、本当はこんなこともあったんだよっていうのをね、またいろいろお話ししていけたらなと思いますのでね、皆さんぜひ応援していただけたらなと思います。で、はい、その新体制発表でね、飛び級が正式に発表されていました、はい、一部に、はい、一部に大輝からは参入でございます。あ、もちろんそこでもね、社会人大会をもちろん目指して、うん、はい、そこからJFL に飛び級でね、またいけるようにっていうのを目標にするっていうのを、おっしゃってたので、はい、この辺もちょっと楽しみなのかなと思いますよ、はい、あ、でも一部にいるチームにはね、大差で負けるような試合っていうのはしてほしくないので、一応エスパーさんももちろん応援してますけど、はい、簡単に、ね、上がらせるとか簡単に優勝をね、打ち切りさせるようなことを、沖縄の社会人一部のね、チームがさせるようだと逆にまたちょっと違うんじゃないかなと思いますんでエスパーさんももちろん頑張ってほしいですけど、社会人の皆様もしっかり負けないように、はい、頑張ってほしいなと。そこもやっぱり沖縄県のサッカーですのでね、そうです、もちろんやっぱりがっつり応援していきましょう、はい、よろしくお願いいたします。はい、で、コメントがちょっと一つ二つ来てるので、はい、ドナイチナさん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ラモスさん、退院よかったってねえ、よかったですね、本当に、あれ本当に最初の処置がね、良かったのが、本当に何よりだったのかなと思います。ちょっと体調不良でベッドから落ちたんだったかな、あ、いや、おかしいって奥さんが思って、すぐ病院に連れて行ったらやっぱり脳梗塞でだったのでね、
当によく、あの初期対応が本当に良かったのかなと、うん、で、一方スペインの、島クラブに、うん、行きました。柴崎はねカルチャーショックなのか、うん、体調不良だよね、で不安障害から来てたって言ってたけど、どんななのかなっていう風に来てますね。まあ、環境に適応するのって難しいですからね。サッカーしに行くだけじゃないですか。そうですよね、暮らすんです、うん、はい、あのやっぱり異文化で、うん、言葉ではねちょっと伝えられないほどのやっぱりプレッシャーももちろんあるし、はい、プレッシャーだけならまだしもね、も環境がね、食も環境も全てが違うので、ねえそうだよね、想像絶するものだよね、だと思いますよ。この辺でやっぱりすごいのはやっぱり海外組がね長く海外でやってるっていうのはその辺も踏まえてなんだよね、やっぱね、はい、本当にすごいな、ね、与えられた環境が当たり前だと思う、うん、のは間違ってるってことです ね、 そこがあるから調子いい自分が出せてるのに、やっぱ環境がね変わってしまうと、さすがね柴崎選手っていうね一流の選手でもこうやってね、うん、心だったりプレーだったりいろいろ変わってくるんですよ ね、 すね、大変でしょうね、うん、これはねやっぱり体調をね早めに整えて、はい、プレーでね返していってほしいですね、はい、うん、楽しみです。まあ、うちのうちもね、金城選手が、ドイツの、ね、海外でね、リブリブいますからね、プレーしてますからね、第一戦で、はい、この辺のお話もね、いろいろ活躍のお話が、いろいろ出せるように、はい、僕たちもちょっと応援していきましょう。はいはい、ちょっとね、時間がなくなってきたので、あとはですね、はい、先週日曜日に、第36回沖縄県職域サッカー大会が、那覇市の人工芝グラウンドで、新都市の方のね、グラウンドで行われました、はい、準決勝、決勝だったんですが、決勝戦はですね、那覇市役所サッカークラブ対、沖縄電力サッカークラブの決勝戦があり、那覇市役所サッカークラブさんが優勝いたしました。那覇市役所サッカークラブの皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ですね、ちょっとプチ情報なんです。プチ情報って言ったら怒られるな。サッカーの、審判、更新がですね、3月、あ、ごめんなさい、なんだっけ、なんだっけこの番組。沖縄県のサッカーを盛り上げていこうの、Facebook と Twitter に、僕載せてますので、はいはい、2月下旬ぐらいにあるやつがもう最後になるんですよ。審判講習、皆さんごめんなさいね、あれなんです、審判免許って僕も持ってるんですけど、毎年毎年更新なんですよ。でこれ切れちゃう、更新できないと、取り直し、もう本当に取り直しになるので、はい、で、スピード、スピードじゃねえや。今ね時代の最先端を言ってました。審判講習もラーニング、映像でネットでできるんですよ。映像見ながら試験してっていうのができるんだけど、もうそれはもう終わってますので、もう更新会に行かなきゃいけないです。はい、で実際はこの情報がなかったんですけど、やっぱり殺到したんでしょうね。で、追加で、あと何公演か出てますので、うん、それは早めにね、ちょっとチェックしていただいて、ちょっと更新し忘れがないように、皆さん気をつけて、はい、サッカーとフットサルね、審判講習3級4級の、講習の日程出てましたので、皆さん、ちょっと、うっかりね、忘れてる方は、再確認してください。よろしくお願いいたします。はい。ということで、ちょっとね、いろいろお話ししていましたけど、はい、今週もちょっと時間がなくなってきました。どこまで喋れるかな、ですね、ちょっと待て、どれだ、あ、これはいい、来週喋ろう。ちょっと長くなりそうなので。あ、そうですか。はい、ちょっと待ってくださいよ。はい、すいません、すいません。はい、大丈夫、これは最終、はい、じゃあちょっと僕から、はい、あ、はい、はい、AC クリアのですね、運動教室がまた先週の金曜日からですね、また豊見城体育館で、うんうん、あ、そっか、やってましたね、はい、情報載ってました。毎週金曜日やってますので、うんうん、これ、ね、毎週金曜日、あ、そっか、今回、まあ、3月まで日程取れたのが5回だったので、うんうん、はい、まだ4月以降は、まあ、引き続き10回の講座で継続してさせていただけると思います、うんうん、はい、もう定員が1週間でね、20人埋まっちゃったので、うん、まあこれ、ね、4歳から6歳のね、20人ってスーパーパワフルですからね。まあ1人で見るのもなかなか難しい。あ、そうか、でも20人埋まるかなって話してたのに、そうですね、すごいね、1週間で埋まってしまったので、こっから広まるのはまた早いかもしれないですね、うん、まあまず頑張って継続できるように頑張りたいと思います、はい、その辺のね、ちょっと子供の
なんていうのかな、パワーはね、はい、やっぱりいろいろありますのでね、そんな、こんな感じのあったよっていうのをまたね、ここでいろいろお話できたらなと思いますのでね、はい、よろしくお願いいたします。コメントこれまで読めるかのない皆さん、沖縄のサッカーを盛り上げていこうのツイッターあるの？あるならフォローしますよってそうだよね、俺そんな告知もしないからね、はい、すいません、フェイスブックもやってます。はい、よろしくお願いします。今さらやばいやばい、ごめんなさい、今週もちょっとロスタイムがなくなってきましたので、はい、駆け足で締めていきたいと思います。今週も聞いていただき本当にありがとうございました。ありがとうございます。この番組はあなたの専属トレーナーになりますエフラボ接骨院、真心美味でご提供居酒屋マジュン、反乱チーのハンバーガーショップチムフガス、一応各社の提供と AC クレーンのヨヘナさんと一緒にお届けしました。今週も聞いていただきありがとうございました。ありがとうございます。はい、もう来週もねゆるくお話ししていきたいと思いますので、はい、皆さんぜひ聞いてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さよなら。見て大会場寝てる。あーマジか。はい。